次の笑顔のリセットかもね。本当にありがとうございました、まあ、バンタンさんとあのフェアリーテールさんの、まあ、コラボレーションに今回は参加させていただいて、まあ、この衣装を着てあの舞台に立てたっていうのが本当にあの、まあ、今回の無敵な愛に合わせて作ってもらったものなんで、やっぱりこの曲に向けてだんだんとテンションも上がるし、必ずあのもう一回着たいと思ってます。あと、まあ、これからもあのコラボレーションというものはやっていきたいなというふうに今回すごい感じたので、まあ、今回このイベントがそれに向けての第一歩であったらいいなと思います。今日本当にありがとうございました。バイバーイ。